親善試合。日本語トラの巻。はい、始まりました。日本語トラの巻。巻子です。トラです。このポッドキャストは日本語教師の巻子と高校生のトラとでお送りしています。親善試合。はい。えー、っと多分今多分大半の人はね、なん残っちゃってなってると思うんですけど。 僕がいった親善試合ってのはあのサッカーの親善試合最近<で>なんかスポーツに興味あるみたいだね俺うんえっとそう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 結構最近あのサッカー日本代表があのワールドカップじゃないんだけどワールドカップは4年に一度じゃんこの間やってたのは女子なんでしょこの間のは女子知らんかったけどでその1年前が男子ふーんあ 何女子と一っしてまた1年違うんだ分かんないそれは普通 <laughs> に時間が違っただけかもしれんね分かんないよく分かんないけどまあでもえー、とりあえずね俺はそうでもいろんな最近ねスポーツに興味が出てきて、ねまあ、野球はもともと最近あの興味あったんだけどは <laughs> 見るのがってこと見るのまあでもさ野球はでもするのも楽しいけどねバッティングそうだけどまあピッチングとかも好きだよッ投,げ投げたりするのは 運動,じゃ運動す,するのより、まあ、だから何スポーツ見てて楽しいんだ見てるのも楽しいよねあ盛り上がるよ全然楽しくないわまあいいやそれで最近にあの日本がさまたドイツとやったんだってドイツ対日本でね、うん、えと去年か去年の確か今頃か、まあ、もうちょっと後頃,後頃かなうん、うん、に ワールドカップ男子のワールドカップがあってそこであのそこでもあのドイツ対日本ってやったじゃん、うん、でドイツってめっちゃ強豪じゃん男子うん,うん、うんね、めっちゃも強、ね、超強豪じゃん、うん、でもそれを抑えて日本は去年勝ったんで、うん、あれ日本そうで来てもほ本当にもうみんなが奇跡だ奇跡だすげえってスペインも勝たんかったスペインも勝たよう、うん、男子だよねうん、うん あ女子も勝ってます。女子も勝ったよ、ね、ああ、男子、最近ね、日本ってね、サッカーすっげえ強くなってきたねまあそうだね、そうね女子はでも前から強いけど、男子もまあ強くなってきたっていうか、なんか、いや、あの、女子。ドイツに勝ったってすごいねドド。ドイツ、スペインに要するに勝って、で、でまたこの、結構、本当に強い,いところに負けんかった去年というか、この前の。いや、あの、クロアチアのこと クロアチアはめちゃくちゃ強いよあそうなの結局ベスト4か決勝ぐらいまでいったともう忘れた、ね、最後わかんないあんまあの日本負けてからあんま見てないからだけどへえ、うん、そうそうそうで、えー、と日本がね、うん、えで本当につい最近9月10日に日本対ドイツがまたあの普通に国際親善試合で,、うん、であの4年に1回集まってただやるだけだと、うんうん 分かんんないじゃんだから練習試合みたいな感じで、うん、普通にあのあだドイツ対日本で、うん、この間やったなって、うん、どっちが分かったのその言い方と日本ですかまあその通りです日本なんですけど何対何うん5対3ああ惜しいですね4対1ですええー、結構入れたね結構僕覚えにしたんですよ まあ親善試合だからまあそんな,なまあまあまたあっちも多分そんなにねあれいい選手を使ってるかどうかはみたいなそうそうでもでも日本はでもねこれ,もこれであのもうまたあのドイツにトラウマを植え付けたっていうへえ<ー>まだボうごぼにしたんだよなんかあ、まあ、まあまあまあそうだけどそうそうあのなんかさほらオリンピックでも昔ねほらめっちゃ日本の話になっちゃうけど前園さん がそのブラジルで有名になったんだけどブラジル戦でね、うん、でブラジルに勝った時の,そのオリンピックの日本チームのリーダーがあの前園さんじゃないかな僕、うん、テレビに出てるでそうそうそうブラジルに勝ったって日本がね、うん、っていうのでなんかすごい騒いでたんだけどでも結局そのブラジルに勝つのはすごいんだけどそのオリンピック自体さ サッッカカーーっっててやっぱワールドカップみんな目指してくるから、うん、オリンピックにはそのブラジルは2軍の選手しか使ってないから、うん、日本がいくら勝ったとはいえ別にそんなにすごいことではないみたいな批判もあったんだけどねまあそうだね、うんまあ、そうじちゃそうかもしれないけどでも勝ったは勝っただからねそうそうそう,そうで、まあ、わかんないでまたトルコとやって、うん、トルコにも普通に4対2であの今度は2軍の選手で勝ったっぽいです。 うんなんか最近中東強いねっていうか中東もまあでも大体つ、まあ、強くなってきてるねねなんかあのそれこそまたあれなんだけどサッカーのだ誰が言ったかな前園さんかな忘れたけどなんかサウジアラビアのリーグってやっぱサウジアラビアってめちゃくちゃ UAE か、うん、がすごいある、うん、お金持ってるじゃん持ってるねでしょだから UAE のリーグってそんなに強くないけどおなんかやっぱお金でさ法外な 価格であのやっぱすごい選手を買えるからそうだね UAE に移籍する選手がいるんだってなんかすごい有名な人だよごめんめっちゃサッカーうっとすぎてわかんないけどうんうん、うん、めちゃくちゃ有名な人だった、まあまあ、俺もそんな詳しいわけじゃないからさ、うん、聞いたことある人だったすごくうんそんな素人が語ったサッカーの話でしたはいえー、っとでまた4年後かな4年後だったら俺何歳だうん、3? まあいやとりあえず4年後だから20か女子サッカー男子サッカー3年ぐらいじゃないの1年たってるまあ1年たってるかまあ十9とか19ぐらいかまあでもそうかもうすぐ十の20歳ぐらいかやっぱいや本当にでも暑かったねあそういやちゃん女子サッカーじゃじゃ去年のサッカーは本当に暑かったワールドカップ男子の暑かったかそんなにめちゃくちゃ暑かったよへえ見てたうん全然見てない深夜台で見てたの 俺が深夜帯で見た時に負けたからね、うん、あそうみんな全然見んわで、まあ、女子女子のワー,ルドサワールドカップもすごい楽しかったのねこの間なんかほら阪神が優勝したじゃん優勝するかもとか言われてたんだけど、うん、18年ぶりなんだってそれもいい、ねうん、それもそうなるかもって言われてても見ないからねうん <laughs> もうほんと興味ないなうーん あのラグビー以来見てないかもスポーツってはんまあねでも今はね阪神だいぶ強くなってきてるからねうんはいなるほどねまああの興味のある人は、はい、ぜひぜひあの見て見てはいかがでしょうかサッカーうんあそうサッカーほに見てるだけでも全然楽しいんで,で本当見てはいかがですか私は全く興味がないですけどはいはいえっ、ー、と ツルルののの話話前はインフルエンフエザの話で、まあ、海外の話が最近続いてたんですけどそうそう実はそのマレーシアに行ってきたっていう話をね、うん、こ,のこの夏あの前したかと思うんですけどマレーシアに行ってきたんです、はい、クアラルンプールに、まあ、約1週間1人で滞在してたんですけど、うん、ま仕事しながら観光したりとかね自由に暮らしてたんですけどなんかの結構ねクアラルンプールって いいとところだなと思って、うん、まあいろんな意見があるんだけどなんか私的には好きだなと思ったんだけどねとっても、うん、とってもいいなと思ったの、うん、なんか食べ物めちゃめちゃ安いし、うん、すごいおいしいしなんならインドネシアよりちょっと安いし、うん、で、まあ、雰囲気インドネシアのとの違いが最初わかんなかったのねまあインドネシア,からマレーシアそう入ったんだけど入り口とか出口とか、うん、あとなんか そういういサインとか看板の単語がなんかインドネシアでも見た単語だなっていう単語で、うん、やっぱマレー語とインドネシアってインドネシア語ってもともと一緒っぽいからまあちょっと派生して変わったからねそんな感じでほとんど一緒なんだって発音の違いぐらいってさ、うん、方言的に違うって言ってたう英語だから何ブリティッシュの,あの英語とまあそそんな感じかもねアメリカ英語みたいな感じなまあそんなかもしれんね ちょっっと発音が違ってたかな、うん、でほとんど単語とかも一緒で,で、まあ、見た感じ何が違うんだろうって夜着いたしね全然分かんなかったんだよね、うん、で、まあ、最初仕事しててで昼ぐらいから初めて外に出たりとかして、うん、あ,あなんか食べ物安いねとかカフェでお,お茶飲んだりとかしてなるほどねって景色とかいろいろ見てでだんだんね住んでいるうちに気づいたんだけどマレーシアのはね車が多いのよ。 なるほどねで車多いなと思ってでよくよく見ると、うん、あれバイク少なくないって思ったのね、うん、でバイクの量が日本もバイク少ないじゃん今バイク好きな人が乗ってるだけでしょバイクってほとんど見ないじゃん、うん、車だねほとんど車でしょ9割99%車じゃん、うん、でマレーシアはね、まあ、まあ8割ぐらいかなまウーバーの人とかいるからウーバーとかグラブのね、うん グラブイーツみたいな人がいるからあれだけどほとんどやっぱメイン車でまあ時々バイクいるかなぐらいのうん感じだったんだけどそこがやっぱあれ違うなと思ったので,でもっとよく見るとあれなんか信号とかも結構あるし、うん、なんか道路とかもちゃんとしてるなって思ったのねでインドネシアってさほら 信号ない,じゃんないねで帰ってきてよくよく見るとやっぱまだまだバイクに乗って家族中でバイクに乗ってる人とかもいるしさ一家に一台スクーターでみんな移動してる人とかもいるしやっぱ車はまだ高級だから外国人とすごいお金持ちのインドネシア人しか持ってないみたいな感じ。うん なんだけどそう考えるとやっぱマレーシアの方がちょっと発展してるなと思って、うん、なんかすごいあのビルとかもやっぱさ、ま、もちろんジャカルタとかはすごいたくさんビルあるよでもなんかいろいろ街が整備されてて渋滞もするけどインドネシアほどひどくはない、うん、でなんか整備されてすごい住みやすい街だなって思ったの、うん、だからお母さんはそのインドネシアからマレーシアに行ってるから めめちゃめちゃゃ綺麗な街だなだと思ってうん、うん、でいろんなちゃんと精度もしっかりしてるし、うん、あとその、まあ、景色も綺麗だし、うん、なんかちゃんとしてるなって思ったんだけど、うん、なんかね話によるとあのマ,レーシア人マレーシア人と日本人のハーフの生徒がいるんだけど、うん、クアラルンプールはあの全然綺麗じゃないって言われてその子に。 やっぱシンガポールのが断然整備されてるって言われて、えー、あそうそれよりいいと思ってだからシンガポールってどんなんなんだろうと思って上には上がいるみたいなまあそういうことだね東京レベルってことかな分かんないけど分かんないけどねそれはちょっとでもシンガポールってめちゃめちゃちっちゃいじゃんうんまあだけどそこに一体何人の人がいるか分かんないけどでもシンガポールの方が綺麗で すっごい発展してるんだって、うん、あれ以上発展してるってどういうことと思って確かにだって電車もちゃんとしてたし、うん、バスには乗ってないけどバスももちろんあるし大体、うん、インドネシア電車がないじゃんであってもないね電車ね。一応あるんだけどジャカルタの友達がいてたもう機能してないんだって<ー>もう全然使えないんだってだからやっぱり車に乗ってないと不便で、うん、だからまだ全然渋滞が 解消されなないいって言っててて言インフラ整備進んでんでだよねやっぱりそういうことそういうこと、うん、そ,それと比べるとやっぱマレーシアは何本もこう、まあ、まあ街の中だけだけどその電車とかってすごい使いやすかったし何本も何々線っていうのがいろいろあって、まあ、東京ほどはいかないけどね、うんまあ、あ愛知愛知までもいかないなまあまあまあちょっとした田舎ぐらいだったら、うん、まあマレーシアと同じレベル日本でもぐらいの。うん けどやっっぱシンガポールの方がすごいんだってでもシンガポールって世界有数の物価高い国だもんねそうだねまあオーストリアは別だけどねオーストリアはまあまあとんでもないってよく言うけど、うん、でもどれぐらいとんでもないんだろうねだってスイスってめちゃめちゃ高いじゃん確かにそうそうそうだから一体今どこが一番高いんだろうねでもシンガポールは高いってすぐ言ってる、うん、シンガポールに移住してるのってさ結構芸能人多いじゃん 確かにだからそうお金持ってる人多いでしょだからまあ移住先としてはだから考えられないんだよねシンガポールはあとちっちゃいしうん、うん、なるほどねらしいそこが結構ねびっくりしていや十二分にクアラルンプールは発展してるしいいと思ったんだけどまあ上には上がいるかってで知ってた、まあ、まあまあまああれなんだけどニューヨークって実は小さいんだってうん ちちいゃよなんで知ってたそれは要は新宿みたいなもんだもんニューヨーク州じゃないそう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 ニューヨークってニューヨーク州全体がすごいでかいと思われてるけどやっぱ東京ってでっかいんだってそう考えるとまあだって要は新宿渋谷原宿とかそうまあいろんなエリアでて表参道とかいろんな都市が都市っていうかまあ区間が区画っていうのかな、うん がまあ、それぞれぞ発展してるからねで東京都全体にやっぱ人がいっぱいいるじゃん都心にもやっぱすごい人がいるしそう考えるとニューヨークの発展してるとこってやっぱすごい小さいんだってうーんだからニューヨークってなんか世界一なんか発展しててすごいのかなと思ったら意外と小さいって聞いていエリア的にはじゃあ人はたくさんいるけど、まあ、エリア的にはそんなに大きくないんだって東京の方が大きいよって面積的に見えるそういうことそういうことそういうことって言われたへえと思って なんか東京とかもさうん世田谷は別に発展してるとは言えないじゃんどういうこと世田谷区とかさああい発展してるってお金持ちが住んでる的なうん,なん住宅街じゃんそこうんまあねそうだねまあ東京も八王子とかさ、うん、奥の方行くとさまあ結局住宅街だからねうんまあでも交通網が発達してるから都心にすぐ行けるし まあ、住みやすいっちゃ住みやすいんだけどねまああと面白いんだろうしいろいろ刺激があって、うん、そうなんだよねだからそういう意味ではお母さんにとってはマレーシアはなんか一番めちゃめちゃちょうどいいかなっていう一番とは言わんのまあでもちょうどいいかなっていう感じがしたうんメルボルンは メルボロンもそういうい意味で住みやすいいじゃな住みやすかったね、ほんなんかこう、発展しすぎてなくて、なちょうどいい発展具合だね。ねちょうどいいと思う。そうそう、なんか発展しすぎてるとか、なんか、なんだな、こう、なんか、か駅がすんげえめちゃめちゃ、うん、めちゃくちゃ混むとか、そういうことでも、まあでも、試合の後とかはさすがに混むよ。帰りはまあそれは あの愛知もこんだりするしさうん,うん、うん、まあずれそうなんだけどでもでもそういうの覗いたら全然、まあ、まあ朝方とかでも、まあ、ラッシュって言ってもそんな大したラッシュじゃないし、うん、ラッシュの時間が短いんじゃない、うん、だってもともとの人口が少ないもんねそうだねだって東京とかさ昼間でも座れないもんねうんね<ー>だからでもあのだから本当にメルボルンは結構住みやすいっちゃ住みやすいんだけど うん、まあ環境問題だよねなんで前 <laughs> からなんだろうな前も言ったと思うけどすんごいだからゆ地面汚いだったっけそう地面に<ー>だから本当にゴミを捨てたりとかああ汚いね吸い殻落ちてるなんて当たり前だし本当。まあ、あとは鳥の糞だよねあ鳥多いよねじゃ多いとかいうレベルじゃないあの多分もう 日本だったら多分駆除を依頼するレベル。すごいね。あの、じゃあなんか鳥がね、バーっていって、うん、鳥がぶつかってきそうになるから、ほ、うんとに、なんかね、ちっちゃい子がね、鳥にバーンってね、ぶ,ぶつけられて、うん、なんか泣いてて、で、そんで、なんかあれだったっけなね、怪我してたんだけど。 メルバルンってさ綺麗な町なのにで住みよい町に何回も選ばれてるのに、うん、ゴミで散らかってて汚いってなんかすごい悲しいねまあでも違うでもねそれは割と日本だからってのがある、うん、日本から,たらいやでもマレーシアも綺麗だったしそんなゴミが気になるほどなんか汚いなとは思わんかったもん分かんない結構結構ひどかったよあ本当、うんじゃあインドネシアで思ったのがインドネシアってさほらあの結構 お手伝いさんがいいたりするじゃん、うんでお手伝いさんとかがあと労働人口が多いからさそういうお手伝いさんとかいっぱいいて、うん、そうするとさなんか外を掃除してる人たちがいるからさ葉っぱを掃除してたりね、うん、意外とさなんか街がそ,そこまで汚くなくて、うん、ゴミがめっちゃ落ちてるなって思ったことはない気づいてないぐらいだからそんなに汚いってだからあんまり見てないんだと思う、うん、って思うとメルボルンがそんなに汚かったっけって思うと。 タバコが落ちてるかどうかはわかんないな基本さほらお酒とか飲まないじゃんほらマレーシアもそうだけどあそうだねイスラム教だからねうそうそうそうお酒は飲む人は少ないからねそうそうだからなんかそんなにさほらあれじゃないメルボルンの人って酔っ払ってわって捨てる人とかも多いかもしれないねまあねうんそういう意味ではなんかマレーシア治安もいいし あとなんか親日派親日派って結構大きくないまあ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 、まあ、日本人にとってはすごい大きいよね親日派の人がすごい多いからさだからだからあ日本人なんですって言ってもなんかそういうだから本当に、うん、まあ言い方悪いからなんか欧米諸国のなんか治安ヘイトと <laughs> 他がまあ少ないからさそういうとこはいいよね。 っていうだから、まあ、クアラルンプールの方がもっとずっと大きくていいよって言われてもごめんクアラルンプールはごめん行ってきたところですごめんなさいいつも間違えちゃうシンガポールねシンガポールの方がずっと大きくて面白いよって言われても、うん、なんか行く気がしないんだよねなるほどねなんかピンとこない場所ってないそういうピンとこない場所自分になんかうんなんかいい場所いいとこだよって言われてもいやなんかそんななんとなく行く気はしないなっていうか なななんとくく行く気がしない場所か,、うん、なんかシンガポール違うんだよなって思ううんブリスベンとかあ本当。なんかねピンとこないピンとこない別に行く,行く気にならんあ本当オーストラリアの中でもあう面白くないさブリスベンとかパースとかパースは行ってみたいな自然が多いっていゴールドコーストは行ってみたいよめちゃめちゃ ゴールドコースは、コースとはブリスベンの、あの、クイーンズランの中でしょそうそうそう、だから面白そうだなと思って、うん、なんか、まあ、うん、じゃあサーフィンできないしね、で,できないけど、なんかでもそういうところでなんかサーフィンできたりとかすると楽しいじゃん。うんうんうんまあ、高いけどね。まあね、あと、ピンとこない場所ね、<laughs> うん、ロシア。まあ、まあ、それは、まあ、いろいろ世界情勢とか、ね。<laughs> まあ、それもあるし、あと寒い。寒いね。まあの、の、北区には大体アウトだよね。 なんか、うん違うなって思うカナダそうだ、ね、カナダアメリグリーンランドとかさアイスランドうんでも実はねアメリカそうヨーロッパ諸国もねあんまりなんかピンとこないのんかすごい綺麗な場所がいっぱいあるとかいろいろ聞くんだけど、うん、自分の中でピンとこないっていうかなんかまだそこまで魅力を感じてないと思うあでも俺はね、うん、イタリアはだいぶね来てるパスタが食いたいんだろ違う何 で,まあ、でもそれまあ飯の部分もあるよまあ美味しいし、うん、ご飯がね、うん、飯が日本人の口に合いやすいし、うん、まああとは何こう景色が綺麗だったりするじゃん、うん、結構古い、まあ、ちなみの地区とかもあったりとか、うん、あと海沿いとかだったりとかするとすごい綺麗じゃん、うん、そういうのそういうのを聞くと「あなんかイタリアいいね」って行ってみたいんだ面白そうへえ<ー>イタリアでもまだイタリアも英語通じるでしょ 通じないかもか、ね、ヨーロッパって意外とフランスとか、まあ、通じるとしても喋ってくれないなんかヨーロッパイタリアとえっ、ー、と誰どこだろうドラマの影響影響というかあのドラマの情報でしか知らないけどイタリアとフランスはなんかアメリカ人が嫌いっていう噂をテレビで見てるからなんか喋ってくれないなんてん<ー>英語わざと<ー>みたいなことは聞いたことがあるからあんまり分かんない。 なるほどね。まあでも、面白そうじゃん。多少はでも通じると思うよ。アジアほど通じないことはないと思う。アジアは通じにくいよね。うーん。まあ、ちょっと難しいからね。でも、だから、でも、要は、そうだね。言葉違っても、いやでもね、多少は勉強していきたいなと思うよ。イタリア行きたいんだ。まあでも、それはまだ英語ができてからかな。だから、社会人、社会人になって、だいぶ、何、年月が経ってから。 ま、ピンとこない場所に戻すけどあの海外じゃなくてねじゃ国内でピンとこない場所はどこですか沢です絶対言うと思った沢ですあんなに魅力を発掘したのにじゃだからそれは観光目的でしょうん居住目的なんか行くわけないじゃ、うん <laughs> 居住はしたくないな佐賀に居住はしたくない佐賀に住んだらんでも死ぬでもなんか何海産物おいしそうじゃない あの場所行けばいいじゃんでもさ旅行でピンとこない場所旅行するのにピンとこない場所あるかななんか新潟とかもないかもななんか新潟もないね米だもんねただの米だもんな日本一曇りの、ね、晴れの日が少ないのだったかな、うん、あれもそれだったらあれだよ、うん、日本一海水が多いのは埼玉、うん、あそう埼玉もピンとこないな埼玉はね生は、まあ あれだしね海ないしあの、うん、あの東京のつ地続きってだけでーー、うん、なんかあんまり通り過ぎるだけの街って感じがするわ、うん、あいてもらったんだ,だってそ,うそんな感じそんな感じそんな感じどっかに行く途中にあさい埼も通り過ぎたなぐらいの、うん、ないなあんまりあとはピンとこないなど、うん、ピンとこない場所ねピンとこない場所ねうん 山口とかねあーピンとこないピンとこないなえっと島根とか島根出雲大社のとこうんうんわかんないしかないみたいなねうん徳島徳島ねあんまりないねでも徳島ラーメン美味しかったんだよんでもそれ以外ないわ食べ終わったらねな<い>なんか香川と一緒で食べ終わったら帰,る帰っちゃうかも うん、日帰りでいいこの間のワニマのコンサートじゃないけど、うん、あのうどん食べてワニマ見たらもう次の日朝一でもう帰ろっかみたいなもうすぐ出ちゃいそう香川をねあんまり行くでもそれこそさ、うん、栃木とかも別に行かなくない栃木もね、うん、でもまあまあ観光名所あるよでも今の今で言うと京都もちょっとピンとこないかもあんまり行きたくないわ、えー、あでもなんか そうね、人が戻ってくるからねすっごいらしいよ今でも<う>この話はちょっとまたと次回にちょっと,と、ね、取っておきたいはいい付箋になった、ね、伏線になったねはい、えー、ちょうどいい感じになったけどそうそう観光客がねめちゃくちゃ今すごいんだってまあねらしいですん伏線の話をしちゃったのでもうじゃあこの辺で終わりましょうかわかりましたちょうどよくはいえー とはい今回のポッドキャストじゃなくてスクリプトもウェブサイトの方から見ることができます YouTube のことについてはちょっと今検討中なのでもうしばらくお待ちくださいはいえっとそれから Instagram の方ツルの方のアカウントも載せておきますのでぜひぜひ参加したい方名前だけでも参加したい方でも結構ですので、はいえー、DM またはメールください よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えー。チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。それではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。さようなら。